CSX トランスポーテーション CSX トランスポーテーション CSX トランスポーテーション CSXT 本校では CSX と記述はアメリカの一級鉄道でありノーフォークサザン鉄道カナダ太平洋鉄道とともに東海岸に展開する三つの一級鉄道のうちの一つは同鉄道の運営企業であり CSX コーポレーションの一部門に位置づけられている。共にフロリダ州ジャックソンビルに本社を置く。CSX は1986年6月1日にシーボードシステム鉄道が4つの鉄道を経営していたチェシーシステムを統合し同時に改名して誕生した鉄道である。親会社である CSX コーポレーションは1980年に 設立されたものであり、その時点では持ち株会社であり、各鉄道同士をそれぞれ別々の名称で運営していた。以後、親会社の合併と子会社である鉄道の合併時期が異なるものが多く、また親会社が解消したのに子会社はそのままである。時期があるなど、関係を把握するには注意が必要である。1987年8月31日までに、 統合された鉄道を1980年時点の名称で記すと、チェシーシステム側としてはが、シーボードシステム鉄道側としてはの各鉄道がある。もともとチェシーシステムが保有していた鉄道は、B&O クトと WM の2社で、1987年4月30日に C&O が B&O を吸収した後8月31日に CSX が吸収した。 SCL と L&N は1982年にシーボード、システム鉄道となった。1997年6月23日、CSX とノーフォークサザン鉄道は、連名で1万1000マイルに及ぶコンレールの資産の購入と分割、運営の権利取得を、米陸上交通委員会に申請し、1998年6月6日に認可され、 8月22日に実施された。コンレールは1976年に経営不振に陥っていたアメリカ北東の鉄道を統合して設立された政府保有の鉄道である。CSX はコンレールの資産の42%を取得し、残る58%は NS が取得した。この取引の結果、CSX の鉄道運営範囲は かつてのニューヨークセントラル鉄道を引き継いだ路線も含め新たに3800マイルを加えた。1999年6月1日より新たな路線号で運営を開始した。現在 CSX はアメリカ東部の多くの州で営業しており、一部はカナダの都市近くに達する路線もある。鉄道名の由来は C はチェシーシステムを S は シーボードシステム鉄道を表す。会長の弁によれば、合併による侵害社名は大取引先対策として非常に重要な事項であり、従業員にも会社名を提案させた。すると、ほとんどは両社のイニシャルを合わせたものを提案した。同時に、週刊取引委員会にとって略称も必要であった。当初は CSC が選ばれたが、バージニア州のドラッグ運送業者が この略称を使っていたので、チェシーイコールーボードマージャー2社の統合を意味する CSM とされた。しかし、弁護士が CSX の方がいいと決め、それが定着した。公的には C はチェシーを S はシーボードを X は増加という意味のシンボルであるという解釈をしている。アメリカ鉄道協会による略称 CSXT の T は運送。 トランスポートを意味する。CSX は、イリノイ州、カルメットを拠点とした北部及び、フロリダ州ジャックソンビルを拠点とした南部で運行している。それぞれ5つずつの地域組織がある。北部は以下の通り、南部は以下の通り、CSX はジューストレインと呼ばれる貨物列車を運行している。これはトロピカーナのフレッシュオレンジジュースを フロリダ州ブレーデントンから配送センターがあるニュージャージー州のグリーンビルとオハイオ州シンシナティに運ぶものである。21世紀においてジューストレインは輸送効率の高さにおいて賞を受けた。腐敗しやすい荷物を高効率で輸送する現代の鉄道貨物輸送の恒例とされたのである。CSX はまた毎日ニューヨークからフロリダへ。 廃棄物を満載した42フィートコンテナを約50両の貨車で運び出している。また、1997年からメリーランド州ダウッド道州リッカーソンへも廃棄物運搬列車を運行している。日曜日以外は毎日運転され、休日前後には1日に往復運転される。廃棄物は40フィートコンテナに詰められて、モンゴメリー軍から廃棄物再生処理工場へと、 約17マイル、約、27. 2 7 2トルの距離をダブルスタックトレインで運搬されている。当初は 3000PS の GP40 から2がスラックと共に牽引していたが、年々連結量数が増加し、1列車あたり40両を超えた現在では 3500PS の SD50 型とスラックが重当されている。CSX はいくつかの大規模なハンプ式操車場を持っている。 これは、機関車が低速度で人口の急量に列車を押し出して、頂上で連結機を開放すると、貨車は下り坂を自重で降り始めるので、その貨車の行き先に従って、進路を構成しながら、行き先方面別に仕立てられた各列車の最後尾に連結するというもの。大規模なものは14箇所にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。